2020年を新しい憲法が施行される年にしたい。野党は共闘、野党は共闘、憲法を守れ、憲法を守れ、憲法反対。集団的自衛権の行使は、まあ、どこをどう読んでもできないというふうに言っていたものが、実は同じ論理の中で読めるんだというふうに、まあ、勝手に解釈をしたのが安倍政権なわけですよね。今回安倍政権の下でそういったものが取り除かれたということにおいて、結局は先に既成事実を作ってしまったというようなことになるわけです。自衛隊の方々というのは命を懸けてその任に当たっておられる方々ですから、本当にその危険なところに派遣していいのか、派遣している場合に、止めた方がいいのではないかという判断を国民がしたのであれば、これは積極的に政治を動かす、そうべきだと思いますね。安倍政権による改憲の動きにストップをかけたいと願っています。